ルドルフ・グリムはオーストリア出身の実験物理学者。極低温原子及び量子機体の研究を主に行っている。世界で初めて分子のボースアインシュタイン凝縮の実現に成功した。1986年、ハノーファー大学で物理学の学位を取得し、1986年から1989年まで中立ヒ工科大学で研究員を務め、 モスクワ近郊のトロイツクにあるソ連科学アカデミーの文工学研究所に半年間留学した。その後10年間マックス・プランク原子核物理研究所の研究員としてハイデルベルクで過ごした。1994年実験物理学における博士号を受けたことによりハイデルベルク大学の教授になる資格を得るための申請をした。2000年 インスブルック大学の実験物理学の職に任命され、2005年からは数学、コンピュータサイエンス、物理学のディーン、2006年からは量子物理学研究センターの長官を務めた。2003年よりオーストリア科学アカデミーの量子工学及び量子情報研究所でサイエンティフィックディレクターを務めている。既婚者で3人の子供がいる。 実験物理学者としての専攻は原子や分子のボースアインシュタイン凝縮とフェルミ容量式体である。2002年に共同研究グループはセシウム原子からボースアインシュタイン凝縮物を初めて作り出すことに成功した。翌年、グループは分子の最初のボースアインシュタイン凝縮物を作り出した。2004年にインスブルックの科学者と共にフェルミ凝縮を達成した。 彼らの研究はサイエンスによってその年の自然科学の世界的成果トップ10にランクインされた。集団振動と耐エネルギーに関する研究においてフェルミ凝集中のエネルギーの損失のない粒子の流れの最初の証拠を見出した。その一方、彼と彼のチームは極低温量ガス中でより複雑な分子を作り出すことに成功した。 現在は異なる元素の原子からの混合凝縮物の生成を目指している。2006年には共同研究により物理学の古くからの謎のベールを取り払った。彼らはエフィモフ状態の実験的観察に初めて成功した。これはロシアの科学者ビタリエフィモフが1970年代初めに理論的に予測した神秘的な量子状態である。その業績により 様々な賞を受けている。2005年、オーストリアで最高の科学賞である、ウィトゲンシュタイン賞を受賞した。同年、オーストリアの日刊次第プレッセは彼を、オーストリアン・オブ・ザイヤー2005と称した。1996年にはドイツ、研究振興協会のゲルハルト・ヘス・プライズ。1989年に、中立飛行科大学のシルバーメダルを受賞した。近年は、 アメリカ物理学会のベラーレクチャーシップアワード、チロルのサイエンスアワード、オーストリアンクラブオブエデュケーションサイエンス、ジャーナリストにより、オーストリアンサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー2009を受賞している。2006年にはオーストリア科学アカデミーの正式会員になっている。ありがとうございます。